ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうも激辛ハンターヒカキンです。今日もとてつもなく辛そうなもの仕入れてみました。それがこちら、地獄の一撃。もうネーミングとね、ルックスはもう最強に見えるけどね、色もなんかめちゃめちゃ濃いんですよ、デスソースとかに比べると。だから思うのが、意外と実用的な美味しいソースなのか、本当にやばいやつなのか、ちょっとわかんないですよね、食べてみないと。というわけで今日はね、一応日本で売ってるソースの中でまあ最強レベルのサドンデスソースと比較してみたいと思います。これやるとな、1時間くらい辛いんだよね。頑張ろう。まずはもちろんこっちから地獄の一撃。さあまず香りで大体わかるからな。あーほぼデスソースみたいな匂いです。食べてはいけない香りがしております。スプーンに出してみたいと思います。まあ同じくらいの量食べないとダメだからね。うわ、やべ、いっぱいでした。やべ。やべ。これ地獄の3劇、4劇、5劇くらいあるよ。まあ大丈夫だろう。それでは地獄へ、ゴー。ああこれやべえ。辛さを紛らわすもんがこれしかない。あこっち。あホイップうめ。ダメだ、まだ辛さ取れない全然。ホイップで意外とかき消せたわ。ああ、これ牛乳ないとダメだねこれ。それでは続いて最強レベルの辛さ、サドンデスソース食べてみたいと思います。こっちの方がドロドロなんだよね。ほら、こっちは真っ赤でなんか固形物が。あー、はい、そもそも両方ともね、そのまま食べるもんじゃないからね。これデスソース試食イベントとかやりたいね。食べたことない人にこれ食べてほしいんですよ。そう、もう絶対味わったことないんだよこの辛さ。それではサドンデスソースいただきます。どっちが辛いのか、ゴー。比較が難しい。それこれ賞味期限大丈夫これ。あ、これ賞味期限今日までだこれ。あれ、あーやべ、ダメだ。よし、結果出ました。この勝負ドロー。なんか口に入れた瞬間にすごくもう体が拒絶したのがこっち、しゃっくりが出そうになるんですよね。本当に辛いものを口に入れた瞬間に。で、こっちがそれはすごかったんですけど、なんかずっと続いてんのはデスソース。だからちょっとタイプが違うかな、なんか。デスソースはなんかね、遅いんですよ、来んのが。それに対してこっちはすごい早くに来て、去るのも早かったんで、はい、というわけで、このね、ルックスとこのネーミングに、
名前負けしない辛さでしたね。まあ料理にほんの一滴入れるとか罰ゲームとかにはいいんじゃないでしょうかね。僕が買った Amazon のリンク概要欄に載せておきますので、ぜひ。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。ファミチキ、うん、おいしい。YouTube 主役は君なのさ。